切るとかなんかっていうのは絶対目こっち行ってないね。相手の方をやっぱ見てるっていうね、すごい大事だと思うね。そんなことを考えながらやったんですけど、じゃあやりましょう。なんかじゃあ隙間こう、隙間こう、こう来た時にね、この意識してるとこう見ちゃう。でも見ないよね、こう見てない。それでこう、こういう相手の方こういう。で、なんとかな、意識しない練習を僕はしてるんですよ。こういうとこ意識しないで。で、西名用だけの練習もらってるんだよって。こういう、こういう。そういうことね。だから気にし、ここは気にしてない。ここは気にしてないんだけど、重心もらってる。それでこう、こう。そういうところを見せられてるんですね。こう、隙間考えて、ここでやってない。必ず、こう、こうね、こう、ここでやってない。ここでやってない。という形ね。で、少し、上とか下とか。やりがちですけど、もうそっちは、こっちは悪いかって、やれば、いろいろ遅くてね、まあ、それで、ね、少し、自由に、こういうところ行っちゃうと、こう必ず、こう、基礎屋になっちゃったり、基礎屋になっちゃうじゃないですか。でも、僕が考えてるのは、いつも相手の重心、こういうところ、こういう、こういう、あとこういうところとか、それだけ考えてるんだ。で、こういうところは気にしないようになるべく、なるべく気にしないで、気にしないってことはこういうふうにぶつけていかないと。気にしないのか。自分の本体、どうする。で、こうやってうまくいかなかったら悪夢入っちゃうんだけど、入ってても、なんだろうな。ここ気にしてるよりはいいと。で、あとは姿勢がこういうふうに回らない。まっすぐ。そしてこういうのって。で、姿勢がまっすぐしてるんですね。それ大事。で、いつも姿勢まっすぐ。まっすぐでこう、正中線大事。で、こうね、こう入ってくるとか。だから、なんだろうかな。こういうところ気にしてないの。で、相手のこの手とかね、気にしてるのは、気にしてるって気がついてるってのかな。気がついてる。ってんだけど気をなるべく気がつかなきゃいけないんだけど、気がつかない人もいるし、気がつく人もいるんだよ。気がついたら気がつくように、なるべくたくさん気がつくように稽古してるで、余裕を持つで、ここに行くんだよね。で、しかも気にしないで自分の姿勢を気にして、こうなんだろう、こういうところに気にしたらなるべく気にしないで、こう、ね、入ってなるべく行きますよって、そういう後ろをもらうとかさ、こういうとこっていうことで、自由にそういうことを考えてる。気にしない練習なんだと思うのね。気にするってことは気にしない。気にするって、こういう瞬時を気にするとか、気にしてるってことは、こういうところを気にしてない。こういう真っ白に気にしてないんだ。本体だけ気にしてる。本体。気にしてれば、こういうところを気にしてないから。銃に持ってくる。で、どうするかっていうと、まあ、結構するしかないんだけど。結構やりましょうって話してるんだよね。そうですね。本体だけ考える。本体は気にしない。これ稽古だから。抹消を気にしないで、本体だけ、こういうとこ気にしたら、切れないんだから、絶対。切れなかったら切れないよ。で、本体だけ狙ってるのか。本体だね、本体。こういうとこ気にしてないのか、こういうとこ。みんなこう気にしてるってやっちゃう。だから、うまくいかないんだよね。こうやって気にした瞬間やっちゃうんだから。だから気にしないで本体行って、気にしてないの。本体だけ。本体。本体、いつも本体、いつも本体、いつも本体のことを考えて、どこも気にしてない。持たれてるだけだから。ということで、で、自由に動きましょう。ご自由に動いて、本体ね、本体、本体、本体。で、結構しましょうって話なんだけど、じゃあやってみましょう。
本体と持たれたことがありましたけど、持たれて、持たれた彼が持ちに来たらね、彼の方が強いに決まってるの。だから僕がやられちゃってるから、ここは彼にあげた代わりに本体もらったの。だからここはやられちゃってもいいの。で、ここを競争してこうやってなんかやったら負けるに決まってるの。だからここじゃなくてこっち行ってる自分が本体だ。ここは負けてもいいよって、そういうふうに上げちゃってるの。人にあげちゃってる、相手にあげちゃってる。だからこう入ってね、こう入ってこう、ほらここは負けててもいいのよ。ここはここは持たれちゃってるんだ。ここは持たれちゃってるから でも本当は勝てるんだけどね。あの最初はね、最初だからこういうところ、こういうところ。ここは負けてるけど、結果的に本体の方行っちゃったから、自分がね、本体の方にフォーカスしたから、なんていうの、もうこういうとこ負けちゃってたかもしれないけど、最終的にはオセロじゃないけどさ、最初はこういうもたれちゃって、もたれちゃって、あーってなっちゃったのを本体の行っちゃったから、僕は最終的には移動しちゃったって、そういう形にしたら、だから本体大事だったんですよ。こういう持たれたところ、みんなここで競争しちゃうから、ここじゃなくてこっち、ここ、こういう方にやった方がいいと思うね。で、どっちの優先がしたら本体が優先だから、だから本体をいつも考えてやる。そういう話ね。じゃあどうする？あと2、3分やって、2、3分やって終わりましょう。じゃあ。